ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は新世代のナチス系レスラークラッシャー・フォン・ヘイグについて触れてまいります。クラッシャー・フォン・ヘイグ、本名マイク・ヘグストランドは、ミネソタ州ミネアポリスの出身です。高校卒業後、バーの用心棒を経て、エディ・シャーキーの下でプロレス修行を積みます。1983年、カナダ・バンクーバーにて、ナチス系レスラー、クラッシャー・フォン・ヘイグとしてデビューします。デビュー後すぐに、ムース・モドウスキーのパートナーに抜擢されます。トレーナーのエディ・シャーキーは、同じ教え子であるリック・ルードとのタッグをヘイグに提案しましたが、同じタイミングでジョージア地区のブッカーであるオレイ・アンダーソンからヘイグの幼なじみであるジョ・ローリ・ネイティスとのタッグを提案され、ヘイグは迷うことなくアンダーソンの申し出を受け入れ、ジョージアへと向かいます。ジョージアでローリ・ネイティスと合流したヘイグは、映画マッドマックスに出てくるような暴走族のようなタッグチームをやろうと思いつき、すぐに実行します。この斬新なタッグチームが成功するか否か、2人は大きな賭けに出たのです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は新世代のナチス系レスラークラッシャー・フォン・ヘイグについて触れてまいりました。